どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、というわけで今回ですね、リクエストで SMG 使ってくださいとあったので、ちょっとスピットファイアを久しぶりに使おうと思います。で、動画でね、多分このスピットファイアのモッドの、ワイルドファイアを使ったことは確かなかったと思うので、まあ今更ですけどちょっとね使おうと思います。で、カスタマーね、ファストマグと拡張とこのワイルドファイアと、まあスティームフラジャケとか、まあこの辺はねいつも通りのカスタム構成かなと思います。そして皆さん、またね新しいアパレルを発表しました。この一緒に T シャツ予約販売開始いたしました。この T シャツはですね、まあちょっと交流戦とか、まあその大会の配信とかを見てる人ならわかると思うんですけど、そうじゃない人からしたら一体これ、ね、何の T シャツだか全くわからないと思うんで、ちょっとね説明したいと思います。僕たちラッシュゲーミングのコーチとして、ストーリードくんっていう人がいます。で、彼はアメリカの本当トップアマチュアプレイヤーだった人なんですけど、かなり前にこうラッシュゲーミングのその練習でストーリードくんが、覚えた日本語が一緒にだったんですね。まあ本当にこれは一緒にね集まってグループアップして一緒にこう攻めようって時にね使ってたんですけど、まあそれがなんかまた最近流行り出したっていうのも、昨日ですね、アリス杯っていうリバレントのアリスくんが開いたね、e スポーツの COD のね、大会があったんですけど、そちらに、ベブラ・ゴロー、で、ストーリードくん、パンサーさん、ゼファーさんっていうこう、5人のメンツが、今後チームが、その大会で優勝したんですよ。で、そこで優勝したので、この、一緒にがまたね、再熱してきて、ちょっと一緒に T シャツを作ろうということになりました。で、まさに今、予約、できますということで、クーポンコードをね、利用すると、ベブラとゴロにも還元されます。あと、ストーリード先生にもね、還元されるので、ぜひよろしくお願いします。で、クーポンコードはですね、注文する際に、まあ、ゴローとか、ベブラとかって入力すると、割引されるので、ぜひ使ってください。発送は9月の中旬を予定してますが、もしかしたら遅れる可能性もちょっとあります。というわけで、一緒に T シャツの説明はこの辺にしといて、ゲームの方に行きましょう。はい、というわけでやっていきましょう。このマップでやります。罰ゲームに等しいな、このマップでこのワイルドファイアを使うというのは。これはどこだ、これ下だな。水の音がしてるんで下ですね。おろ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 まさか敵もこのマップで、え、ワイルドファイヤーいるの？絶対そう思ってる。まさかいると思わないだろこんな近距離溶かしてくるものがこのマップにいると思わないだろうな。リロードします。上か、そっから来るかな。なんか飛んで、ドローンが飛んでたな今さあちょっとぐるっと回りましょうか。よくここ左脇するけど大丈夫そうかな。さあ、このロングどうしようもできないよね。こっからどうしたらいいかって感じで、水使おうか。バレたかな、入ったの。あ、バレてますねこれ。あ、なんかバレてはなかった。入ったことはバレたっぽかったけど。さあ、あー、あれですね、ドローン壊れたかな。で、後ろ湧いてる。いや、後ろ湧くなら逆にこっちのもんだな。 OK、もう近づいてきてくれるなら、もう、勝ったようなもんですよね。おい、なになになに腰打ちすごいな。で、そこにいるのをやってくれたかな。いいね、いいね、いいね、いいね。流れは来ている。で、サウグちゃんも、リロードしておきつつの、ちょっとここでね、大回りですよ。あえて。バレたかな、今の。ヘルストーム呼びたいな。そこに1枚だけ。え、来るか、こっち。OK、スレッシャー出せた。で、ヘルストーム呼んじゃいます。ここはもう加速しちゃおうかな。いやー、加速しない方が良かったかな。思ったより敵がいなかったな。さあ、いい感じのこれ、裏取りできてると思うんで、後ろから撃たれた？すげえ。すごいな、この武器。おー、4枚抜き、ナイス。どっち空きでしょうかね。ちょっと今回どうしても、あんまエリアに入れないと思うんで、ちょっとそこだけは許してほしい。よし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 。なんかそこいたよね。中かな、下。え、上かこれ。上だな、上だな。負ける気がしない。近距離負ける気がしない。OK、完璧。タック5。多分こっちから来るんで、敵。
あぶね、弾切れた。やばい、ちょっと待って。想像以上に弾が切れるの早い。あ、味方がヘルストーム呼んでたかな。加速しましょうか、これは。あ、オッケーオッケー、3枚3枚3枚です。おー、いいね。さあ、スピットファイヤーに持ち替えて、ダメージを与えとく、あれで。で、僕は、この武器で、正面行っても何もできないので、こういう風にね、裏を取ります。こんな感じで。スレッシャー。あれ？何してるんだ、これ。そこにいるよな。あ、隠れてた。オッケーオッケー。敵は恐れているぞ、この武器に対して。ほら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 。あ、こっち入ってる、こっち入ってる。外周だな。2枚。持ってける、持ってける、持ってける。いや、3枚だったか。うわぁ、え、今の1です。え、30連続キルしてたのか、今。オーマイガー。あれ？いたよね、ここ。中怖いね、行くの。これは下だなぁ。クリアリングはこれ大変ですぞ。オッケー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 。で、これ横からよく来るからね。どこだどこだ、いないいないいない。で、そいつやって、もう一人も上かなこれ。下か上かどっちだ、一人下にいるな、多分。わかりにくい。ほら、ほら、いたいたいた。あれは多分ダメージ与えたので味方がやってくれると思います。今いましたね。で、右に流れたから、あれは無理だ、無理無理。こいつはちょっとスルーして、さっきのね、右に行ったやつですね。で、もう一回戻ると、敵がいると。若干今の危なかったな。角待ちしてみようか、一回。時には、角待ちをする。いいぞ。いいぞ。戦えてるぞ、このマップで。やばい！弾がない！水中にはアサルトパック置けないよね。どうする？どうしよっかな、これ。どっち行っても敵がいそうな気がするな。こう登れない？こう登れないな。なんか。なんか知らんけど登れない。体力上げて、で、これアサルトパック置いて、で、リロードするでしょ？で、ヘルストーム。ヘルストームを、ちょっとこれ遅めに行きますか。これで、あれ ?4 枚行ってないか。3枚3枚。まあ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 。で、また今度は戦隊行こう。今回はね、ちょっと動き回らせて、さすがに。さすがに動きたい。おお、ガーディアン、敵のガーディアンからやな。リス変わったな、これ。あー、ぶんね。なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。あー、ぶね。ちょっと待って。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。こっち来るんじゃないかこれ。水中来るかな、おお。なになになに、なんでみんなこっち来るの。あ、勝った、おお、49キル1です。全然エリア入ってないけど、まあ許して、今回だけ許して、申し訳ないけど。さすがに無理です。この武器で、このマップでエリアにとどまることがもうさすがに厳しいから、まあまあ。貢献はできたでしょう、周りの敵勝って。49キル1ですってことで、30連続キルしたんだけど、残念ながら0です。49連続の0ですは達成ならずって感じだけど、まあ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 悪くないでしょう。うんうん。やばい！殴ろうか、これは。いいね、いいね、いいね、いいね。この距離だったら負けるキスしないわ、全然。ほら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 。ほら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 。おもろいおもろいおもろい。ほらほらほら。勝てるよ、これは。僕は、あの距離では負けない。スレッシャー出した。ストライクチーム、ゴー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 。よしよし、タック5。で、そのポイント1人だけだと思うんで、やっちゃいたいね。あ、2人いたか。オッケー。うわー、やばい、今の生き残り、やばい、回復できてない、これは。積み方に任せよ、これ。で、後ろは可能性あるな。若干ある、若干ある。若干ありますよ、これ。まずい。まだ来る、まだ来ると思う。肩は若干詰めたが、後ろ湧くかな。ちょっと一回潜んでおこうか。来い来い来い、どっちどっち。UAB は出てこない。ファイアブレイクの、ファイアブレイク。あれは行かない方がいい、行かない方がいい。ええー、うわぁ、マジかよ、ええー、嘘、追いかけてくる、それ。
try. Never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's